どうしてこんなに素敵なことが立て続けに続いているの。あの人のおかげかな、この人のおかげかな。思い当たる節しかありません。当たり前じゃないありがたい出来事、思い当たる節しかありません。どうしてこんなに大自然が喜んでいるのかな。あの人のあの行動かな、この人のあの心遣いかな。思い当たる節しかありません。すべてはベストタイミング、ありがたいよめでたいな。思い当たる節しかありません。思い当たる節しかありません。頭では分かっていたけど、こんなにも素敵になると、こんなにもびっくりになることでも本当に叶った出来事。思い当たる節しかありません。目の前で実証されて、すべてはみんなのおかげさま。思い当たる節しかありません。両親の力は限りなく偉大で、ただただ笑い、ただただぶち感謝。毎日が笑い泣き、旧友の影響力は絶大で、今まで出会った人たちの素敵な感性のお福分け届いているよ。素敵な人たちで形成されて、目の前の人は今現在の自分へのプレゼント。未来の素敵な人たちにありたけのギフトを届けられるのは素敵なみんなからのお福分け。すべてはベストタイミング、ありがたいよめでたいな。今生きてる僕たちがこんなにも幸せなのは、未来の人たちが幸せにあるようにと、一生懸命生きてきた先祖や仲間たちのおかげがあるから、溢れんばかりの幸せが少しでもあの人に届きますように、全部あの人に届きますように。この文章を書けてること、あの人の体験があって、この人の体験があって、全部喜びごとは自分ごと。この文章を書けてること、あの人の体験があって、この人の体験があって、全部喜びごとは自分ごと。思い当たる節しかありません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 。すべてはみんなのおかげさま、ありがたいよめでたいな。Thank you.